それからね、その次やったのはね、ギリシャの政治危機っていうのは、これギリシャ、それからギリシャのデフォルト不安とか、ギリシャは何回も取り上げてやったのね、つい、今週もギリシャやったけど、これね、僕やっていくつかね、気が付いたのがあってね、やっぱり一番最大のね、課題っていうのはヨーロッパだよね。まあ、ドイツのメルケルさんがめちゃドイツ経済めちゃくちゃ強い。それからサルコジも頑張ったけど、サルコジフランスはね、フランス人だから、やっぱりあれなんだろうな、今回 の政治不安というかね、株価暴落の原因になって、2、3兆ってなってるけど、やっぱりドイツがめちゃくちゃ強くて、やっぱりこのユーロを引っ張ってるのはドイツだよね。でそれに対してのギリシャはじめ、そのアイスランドそれからポルトガル、イタリア、スペインでね、そこら辺がこうずっとこう連続して、その、まあ、経済危機に、ね、入っていくリスクがある。でギリシャは既に入っちゃって、で先週だっけ、そのまあ何ていうかな、彼らに言うと整然としたっていうか、何て言ったかな、ニートって言ったかな、ディフォルトをねやったらね、だから一律国債価格を 21% 下げた。だからその時面白かったのは、これね、このギリシャのこの政治危機のこの時じゃ、その後先週の記事で書いてあったけど、ヨーロッパのね、ヨーロッパ中央銀行トルシエ総裁がその抵抗したのね、ギリシャのデフォルトをね、ものすごく抵抗して、でその中に裏話が書いてあって、あ面白いなと思ったの、トルシエ総裁が言ったのは、要するにギリシャの国債持ってるわけですよ、もしかそのヨーロッパ中央銀行ってのはギリシャ国債のものを買えないけど、関連する国債を持ってるわけですよ。そうするとデフォルトするとさ、それに関連したなんと債券の、まあ、価格が下がるわけですね、バリューがね、ディバリエーションされちゃうんで、ディバリエーションされちゃうってことは、彼としては自分のところの資産の価値が下がるわけじゃないですか。だからしたくないと。本音はだから、要するにヨーロッパ中央銀行の持ってる資産価値を下げたくないから、ことが書いてあったけど、まあ意外とそんなとこかなと。だからそのヨーロッパは、僕は今までその先月皆さん言ったようにユーロ、まあユーロ一回その僕勉強して皆さんに話を言ったんだけど、ユーロに対する認識ってのは日本人ってあんまりこうそういうことにその重点的に思ってなくて、希薄なセンスを持ってるんだけど、今回勉強して分かったのは、ヨーロッパって大きな国、まあドイツみたいにね、ドイツフランスとか、それからあと弱小国がいっぱいあって、それのそのヨーロッパユニオンっていう、そういうふうなこう何カ国かのその体制組んでるわけだけど、これものすごくね、そのコンセンサスを取るのは難しいと思うんですよね、合意を取るね。だそれをもう今回つくづく感じて、しかもギリシャみたいなデッドクライシスなんていうのはね、ちょっとどうやって調整するんだろうっていうようなことで、まさしくね、根回しのプロセスをこの一連のギリシャの危機で僕はこう取り上げたけど、要するにその公式会議あるじゃないですか、公式会議なんかでバーンって出てね、今回のギリシャどうしましょうかって話しないわけですよ。もう根回しでいろんな会議やって、それで来た時はもう15分でコミュニケー出してバーンって発表するって、そういうふうなね、要するにその毎晩2時3時まで議論して決めるっていうふうなプロセスをやってるんだ。それはもう初めて分かったらやっぱりそうだろうなと。でリビアのね、戦争でもそうなんだけど、どういう感覚かっていうとね、日本と全く逆でね、多民族、それからそのいろんなあっち向いてほいみたいなやつがいっぱい溜まってて、例えば NATO 軍って言ってもさ、整合性が取れないんですよ、軍隊の。要するにさ、戦争したことないやつ、つまりはさ、ね、そういうふうなことに対してスキル持ってるやつもあんまりないんだけど、アメリカ以外はね。そういうふうなところが、NATO なんかもそうだけど、例のリビアの その革命軍なんかものすごく不満を持ってる、この話の中でもね。結局ブン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 飛行機飛んでくんだけどさ、味方撃っちゃったりしてんだよね。どうしてかって俺も変だなと思って、いろいろこういう記事読んでるのが分かったんだけど、NATO 軍がね、コミュニケーションあんまりしてないんだよね。要するにヨーロッパ本部があってさ、ブラッセルにね。で例えばさ、あれどこだっけ、トリポリの今のリビアのもう一個の、革命軍がいるとこなんてたっけ、あれだって、そっちのもう一個のところにそのヨーロッパ NATO 軍の本部があるんだけど、
で NATO 軍の本部とにその更新して NATO 軍の本部からその今言った革命軍の拠点とのね本ヘッドコーターとコミュニケーションして、それから革命軍の本拠点が今度は実際に現場のトリポリの近くのね、革命軍が進出しているところに連絡して、ここにその空爆してくれとこれ連絡があるの3つもやっても拠点通過してるから、そのうちわけわかんなくなっちゃってさ、何のことない。ついこの間までそこはカダフィの陣地だったじゃないかという、もうそれはあの革命が占領しちゃったんだけど、そこ馬鹿にしちゃったりね、死んじゃったという、そういうことあるわけですね。そんなこともねあって、僕は今回初めて分かったんでね、あユーロ5年ぐらいダメだなっていうことはもう確証したね。どうして確証したかっていうと、あのね、結局要するにあの金お金のコントロールでもってそのユーロを作ったわけだけど、あのそれ以外の財政的な予算とかそういうふうなこと全然我々やってるわけですよね。で国債なんかも発行も変われば我々やってるわけよ。で今回ギリシャの危機になっちゃったらね、結局どうしていいか分かんない。要するにね、ああいう組織って変化にものすごい弱いって分かったね。だからあれね、5年ぐらいダメですよ、5年ぐらい。だからね、あの皆さんがその今後の例えば会社の 経済とかね、景気とか考えたらね、あヨーロッパは5年ぐらいダメだって、まあドイツはちょっと例外だけどダメだなという、もっと間違いないですよ。ユーロそのものに対する価値がどうかって全然もうダメですよね。だからそういう意味ではあのよく世の中でね、ドルがダメだってよくおっしゃるじゃないですか。僕にさ冗談じゃないだろとあんなね、ドルは基軸、いや相変わらず基軸通貨ですよ。で僕は今ちょうどあの夏休み特集でね、あのブログで特集しようと思ってるんだけど、再来週ぐらいからアメリカ憲法をね一連半月ぐらい特集しようと思って、今ちょっと勉強してるんだけど、あやっぱアメリカ人とはね非常に勤勉ですよね、勤勉です。それはね今回ねよく分かった。で、こうアメリカもあの移民、要するによく日本のグローバリゼーションで移民を入れろって言ってるじゃないですか。アメリカはねもう基本的に移民なんですよね、国民全部がね。だから白人なんても1億しかいないし、だからアメリカなんかはね僕は意外とまた復活するんですよね。で今日の記事で僕は中国、昨日からね中国の、中国の安い賃金、チープレーバーの話してますけど、チープレーバーね話してますけど、アメリカ人の書いた記事かな。要するにその工場で中国の今の沿海州ね、沿海州からこう内陸とかね、あのカンボジアとかアメリカとかっていうのを移したいなっていう人の記事書いてあるけど、俺前からそう思ってるんだよね、うん、それはなぜそう思ってるかというと、やっぱりね、中国がどんどん今高賃金というかね経済成長してるじゃないですか。でアメリカは今強いって話したけどね、実はその背景にはそこの記事には書いてないんだけど、実はねアメリカは来年再来年ブレイクするんですよね。オバマ落ちるでしょ。そうするとオバマ落ちるとね、次の大統領が景気引っ張るわけですよね。これ先月も言ったように円安になって、円安になるんじゃなくてね、円安になると誤解なんだけどドル高になるんですよね。強いドル、昔からアメリカ強いドルって言ってるんですけど、やっぱり輸出産業振興政策で安いドル政策をずっとやってきたんだけど、やっぱり一般大衆がねガソリン安く買いたいという圧力に絶対ポリシーメーカーが屈するから、そうすると強いドル、明日かもしれないし来年かもしれないよ、でも絶対強いドルって僕確信してるんですよ。で有名な先生とかさ、アナリスト、証券のセキュリティアナリストはね、円高になるね、ドル安く、僕はどうもね違うんじゃないかと思うんだよね。俺全く素人なんだけど、やっぱりねドル高ですよね。円安っていう意味じゃないよ、ドル高、円なんかどうでもいいんだよアメリカはね。だからドル高、要するにアメリカ国民が日本はね、僕も変だなと思う、俺も変だと思ったけどさ、日本はさ円高ってみんな嫌がるじゃないですか。円高ってなんかね昔から車は輸出できないとか、あれちゃうんだよね。円高ってのはさ安く物を買えるんだよね、海外から。もしくはさ海外にさ買収できんだよね会社をね。だから俺なんかさ昔からそのなんていうの、日本のさダメな報道機関にそのかかってさ円高は国をダメにするって俺もいやなんて本当的にそう思ったけど、本当は違うんだよね。円高って今例えば日本で物を作ってるなんてあまりないわけですよ。
例えばトヨタのさ、トヨタ市のそのアセンブリー工場も、もうね、中国のどこでもカンボジアに出てきゃいいんですよね、もうね。困ったら。しかも一過性じゃないですか、為替なんてさ。出てきゃいいんですよ。で、今、その、一過性じゃないのは何でかって、どんどん値段があったら、一過性じゃないのさ、今度はさ、120円の時からさ、60円になったら半値で買えるわけじゃないですか、世界中のものが一過性じゃなくて、継続的に。だそれはデフレになるという騒いでる人もいるけどさ、何のことは安く買えるだけの話でね。で皆さんよくご存じのようにさ、アメリカ行ってさ、年収300万でさ、日本人の1000万の給料の人いい生活してる人いっぱいいるわけで、あれなぜそうなのかって、今までやっぱそういうふうな豊かな国なんですよね。豊かな国ってやっぱ為替のアドバンテージがあったんですよね。で日本がやっぱり今本当にそれで今の円高になるからダメなのかって、逆に俺はダメじゃないなじゃないんじゃないかっていうね、なんかその日本人そのもの錯覚のうちっていうような気がするんだよね。逆だからいや円安になればいいやなと思ったけど、本当に円安になっちゃったら本当困るんじゃないかなと俺は思ったりしてるんだよね。でもそれは現実円安になると俺は思ってる。2014年2015年、いやいや明日かもしれないよ。それはなぜかというとさっき言ったようにアメリカの国民がねやっぱり2ドルのガソリンが欲しかったらもう方法1個しかない、ドル高、うん、ドル高しかない、他ないんだよ今。だってアメリカ躍起になってさ、リビアでさ、俺先月言ったっけ、アメリカ政府が躍起になってリビアでさ革命軍に対してお前いいこと聞けって言ったよな、先月言わなかったっけ、言ったっけ、言わなかった。要するにさ、あのアメリカ政府が今リビアの革命軍ってさ、フランス政府が支援してるんだよな、フランス、サルコジがね、アメリカ政府はどうだね、ちょっと革命軍につきってさ、ちょっとお前らさ、カダフィのね、ロイヤリスト、正規軍と戦争終わったら仲良くしてと、ね、カダフィの政府軍と、あの要するにその革命軍とが合同で政府を作ってくれということをアメリカ革命軍に要請したんですよね。なぜ要請したのかという理由は簡単で、あの革命軍だけが勝っちゃうと、フランスのトタールに全部石油利権取られちゃう。ちょっとアメリカ困るわけですよね。それじゃなくて国民がわわ騒いでさ、ガソリン安くしろ、で、原油安くしろって騒いでるのにさ、またトタルから高く買ったら、また2割3割高く買わざるを得ないわけでしょ。だからアメリカなんかも必死ですよ、今ね。かといってさ、オバマはさ、リビアにさ、あのドローンミサイルって無線、あの、あそこのなんだっけ、あのカリフォルニア隣のさ、なんだっけ、あの砂漠のネバダからさ、に操縦士がいてさ、無線でドローンをバーンって撃ってるんだけどね。リビアにあれやってんだよ。でもね、あのね、アメリカっていうのは憲法でね、宣戦布告はね、デクラレーションオブワーっていうのはね、デクラレーションオブウォーっていうのはね、コングレスしかできないんですよね。オバマはそれをやってない。だからこれは戦争じゃないっていうから大っぴらにできない、一つね。それからもう一個はね、あれで来れてんの、アフガニスタンで、アフガニスタンの戦争やっちゃって、それ結局あのタリバンじゃなくてオサミラディンを支援したんだね、昔ね。でそれが結局敵に回っちゃったわけだけど、同じようなことがですね、あの革命軍を支援することによって敵に回ってしまうというふうなことを非常に恐れてるね。そんなもんだから積極的に戦争参加しないんだけど、まあ、いずれにしてもそういった利権があって、まあ、そうなってるというふうな話ですよね。それはちょっと話がいろいろ回っていったけど、今のギリシャの政治危機からそういう話になる。だからユーロはね、基本的にもうだから5年ぐらいダメですよね。そう思いますけど、ユーロについては。